委員長。葛西君。日本共産党の葛西亮です。沖縄の普天間飛行場の辺野古移設業務について質問いたします。去る2月28日の党委員会で、私は辺野古の米軍新基地建設に伴う環境影響評価書の作成業務の9割以上を防衛省 OB の天下り企業が受注している問題を取り上げて、徹底調査と資料提出を求めました。でこれに対して中委員長からも強く言っていただきまして、3月6日の理事会に防衛省から資料が提出されました。全体は精査中でありますが、1点だけ確認をしておきます。防衛省は今回提出資料の中で、沖縄防衛局が公表しなければならないことになっている入札の参加表明書を提出した業者名、選定の有無や理由等を記載した結果書を閲覧に供していないということを認めました。田中防衛大臣、理事会の場で徳地経理整備局長は、申し訳なかったということを述べましたが、ただ謝って済む話ではないと思います。なぜ規則にあるのに閲覧に供していなかったのか、そのことを公表する責任者と定められている真鍋沖縄防衛局長に理由を確かめたのか、そして規則通り直ちに改めて今閲覧に供しているんでしょうか。いかがですか。田中防衛大臣。閲覧に供するべき文書を閲覧に供していなかったことは大変遺憾なことであり、適切な公表がなされるよう規則遵守の徹底について指示したところでございます。また防衛省においてコンプライアンスを担当する監察本部において各地方防衛局に対し、さらなる遵守の徹底を図らせるよう指示をいたしたところでございまして、沖縄防衛局の局長につきましては、本省の局長から厳重に注意をいたしたところでございますし、また再発防止をするということで、指導をしたところでございます。葛西君。なぜ公表しなかったっていう理由は何ですか。田中防衛大臣。沖縄防衛局から聞きましたところによりますと、規則の理解不足のため、報告をしておらなかったということでございまして、その認識については、もっと厳格に、その内容をですね、実施をするというように指示をしたところでございます。葛西君。およそ防衛省自衛隊がですね、この自ら決めた規則通り仕事をしていないと、これほど怖いことないと思うんですよ。前回の質問に対して、防衛省は、アセツに関する事業の発注は34件、84億円であることを答えましたが、それを含めて、2006年のロードマップに基づく普天間飛行場移設に関する業務は、全体で何件、いくら発注されてきたか。そのうち民主党政権に変わった2009年9月以降、何件いくら発注されてきたか、それぞれ件数と金額を端的に数字だけお答えください。渡辺周防衛副大臣。お答えいたします。2006年のロードマップの発表以降ですね、普天間飛行場の移設に関連する業務及び工事については189件契約をしておりまして、その当初契約額の総額はおよそ212億円でございます。で、またそのうちですね、2009年9月の民主党政権の発足以降においては36件契約をしておりまして、当初契約額の総額はおよそ32億円でございます。葛西君。ここに防衛省から提出された189件の一覧表と入札契約状況調書というのがこうあります。で、お配りした資料はそのうち、民主党政権下で発注された業務を一覧にしたものでありますが、今ありました33件中、環境影響評価業務は10件ということで、それ以外の業務、黄色の部分にしましたが、23件、その中には、
管理棟新設土木工事、工場新設土木工事、大社新設土木工事まで含まれております。本格的に進めていると。田中大臣、もう辺野古移設を前提にして陸上部の建設事業は着々と進めてるんじゃないですか。普天間飛行場移設に関する業務というふうにはっきり防衛省の資料も書いてあります。アセツ以外の業務を実施している理由は何でしょうか。赤防衛大臣。田中防衛大臣。現在、日米、再編の検討をいたしておるところでございまして、その準備の状況の中で、今、それでは安全対策、あるいは環境対策も必要な地域につきまして、工事を進めておるというふうに聞いておるところでございます。葛西君。安全対策とか環境対策じゃないんですよ。管理棟を作ったり工事を作ったり大社作ってるんですから。陸上工事も普天間飛行場移設に関する業務としてやってるわけですよね。で、辺野古に代替飛行場を作ることができなければ、こんなことどんどん進めたって結局意味がないわけですから、後でごまかしちゃダメだと思うんですよ。で、総理は上空から視察でされて確認できなかったかもしれませんが、私外務委員会の視察で実際に手話部の中でも見てきました。進めてる。2010年2月26日の党予算委員会で私がこの問題を取り上げたときに、当時の北沢防衛大臣はキャンプ手話部の内陸部における用地の造成や建設工事は進んでいることは間違いありませんと認めました。同時に現在進んでいる工事は前政権で契約しまして、我々の政権になってからは契約したものはないと言っていたんです。鳩山総理も当時契約に至っていないものは全くやっておりませんと答弁しておりました。ところがその5月に辺野古移設を認めて、その秋から移設に関する陸上部の業務も新たに民主党政権として始めたということではないか。これ総理に伺いたいんですが、先日沖縄にいらっしゃって辺野古への新基地建設を唯一有効な方法だと、まあ、あたかもこれから沖縄県民の理解納得へと進めるようなことをおっしゃいましたけれども、実際には辺野古移設を前提にして粛々とこうやって既成事実どんどん作ってる。来年度予算でも予算つけているわけです。こんなやり方許されるかと。総理が誠心誠意と言われるんだったら、まずそこのところで沖縄がいいですよと、まあ、万が一言ったとして、それからやるのが当たり前で、今進めているのは止めると、これは当然じゃないですか。野田佳彦内閣総理大臣。先般沖縄をお尋ねした際にはですね、今進めている日米協議における私どもの基本的な説明を姿勢をご説明させていただきました。従来のいわゆる辺野古への移転と在沖海兵隊のガム移転、そして嘉手納以南の土地の返還ということをパッケージではなく切り離して抑止力を維持しながら沖縄の負担軽減を具体的に進めていくというご説明をした際に、移転先、普天間からの移転先については辺野古が唯一有効な方法であるということの認識をお示しをさせていただきました。で、基本的にはこの姿勢は変わらず、これからも丁寧な説明に努めていきたいというふうに思いますけれども、まあ、先ほどご指摘のあったですね、いわゆる縦覧をしてなかった等々反省すべき点はあるというふうに思います。まあ、これについては先ほど防衛大臣説明された通り、いわゆる担当職員の認識不足もあったと思いますが、改善措置を取ったと思います。で、今進めているちょっと工事の詳細については私は分かりませんけれども、防衛大臣からきちっと説明できるものだと承知をしております。葛西君。これですね、万が一にも沖縄県民は認めないんですけれども、その認めないところでどんどん進めることは本当にとんでもないと思うんです。沖縄県民の怒りに油を注ぐだけだと思います。で、私それだけではないんですね。これらの発注業務の入札状況を見ると、これまた実に不可解な状況があります。例えばキャンプ支社部に新たな大社や構成施設などを建設するに伴って、沖縄防衛局が昨年8月8日に入札を行った、建築・帯設計業務というのがあります。
この資料でちょうど真ん中辺にございます。防衛省が提出した資料によれば、当日一般競争入札によってその1からその3まで3つの業務の入札が行われて、これらの入札には国建、共和設計事務所、泉総研エンジニアリングの3社が参加をし、それぞれの業務を受注していますが、これらの入札には参加企業の間に不可解な法則があることが分かりました。国建が落札した際の入札調書というのがここにございますが、これ見ますと、その時の入札で2番目に低い金額で入札していた共和設計事務所が、2つ目の入札を落札をする。この2つ目の業務の入札で、同じく2番目に低い金額で入札していた泉総研エンジニアリングが、残りの業務を落札するといったように、入札に参加した3社で、3つの業務を順繰りに回して、見事に積み分けて受注している実態がございます。防衛大臣、こういう実態おかしいというふうに思われませんか。高防衛大臣。調書ありますか。先ほどのご質問ちょっと追加いたしますと、先ほどの工事はですね、いわゆるキャンプシュワブの陸上部門の工事でございまして、現在、日米の合意のもとに行われている工事でございますので、付け加えさせていただきます。また、受注の内容につきましては、今、精査をいたしておるところでありますし、前回ご指定のありました資料をですね、提供させていただきましたが、さらに詳細については、今、確認中でございます。委員長、葛西君。日米合意のもとに陸上部を進めていると言われましたが、沖縄とは合意してないんです。沖縄は合意してないんです。それをどんどん進めてるんですからね。で、今のこの入札状況をめぐる不可解な状況ですが、調べてもらいたいと思うんですが、別々に実施された入札で、しかも一般競争入札で、このように参加した企業が順序立てて順繰りに受注することなど、これも典型的な話なんですね。これこそ談合によって企業間であらかじめ落札者を積み上げていない限りありえない状況が起こっているわけです。しかも泉総研エンジニアリングが落札した際の入札では計2回の入札が行われておりますが、いずれも一番低い金額で入札した企業が泉総研エンジニアリングということで2回やっても変わらない、つまり1位不動になっているわけです。それどころか2位3位の企業まで順位が不動であります。こんな偶然が一体どこにあるのかと。これらの入札の発注者側の支出負担行為担当官責任者はこれまた真鍋防衛局長であります。さらにこの3社について調べてみたら、例えばこの国建には2006年の施設長談合事件に直接関与して施設長設備課長だった当時3日間の停職処分を受けた九州防衛局調達部長が顧問として天下るなど、すべての企業に防衛省 OB が再就職しているという共通点まであります。防衛大臣、もうちょっと私これ呆れちゃうんですね。前回質疑の中でも正した問題ありました、アセスで。こんなまた陸上部でもこんな形で談合が典型的にある。そしてそこに処分された防衛庁の職員まで天下って、そしてやっていると、本当にね、もう呆れて物が言えないぐらいなんですが、今言ってますが徹底的に調査してこの結果を公表すべきだと思いますか。どうですか大臣。赤防衛大臣。一般入札には一般入札もございますが、プロポーザル方式の入札もございます。その中にありまして、業者の方々が受託をするわけでありますけれども、やはり適正というものがございますし、価格の問題もございますので、一般競争入札、そしてまたこのプロポーザル入札というのは、その業務にですね、適正があるという形のものが選定をされて
てきてくるわけでありますので、徐々にそれが絞られてきて最終的に一社になるわけでありまして、そういう面では一つは価格が適正なものになる、あるいは業務が遂行できると、この業者の選定ということの過程を経ているわけでありますので、適正に行われておるということを申し上げたいと思います。それからですね、再就職の問題でありますけれども、これはその立場にいたときにはですね、業務の問題からこのいわゆる対応がされたわけでありますが、一時不再時でございまして、そしてまた再就職をすることにつきましては本人の努力によって、そしてこれから新たな仕事についておられるわけでありますので、決して不適切ではない、これはしっかり仕事をされておるということで聞いておりますが、私はそのようなこの疑念がありましたらですね、私は確認をすることはやぶさかではないと思っております。佐々井君、これだけ具体的に問題指摘してるのに調べるとはっきり言わないんですよ。まず守ることから言って、大体一議二議だとかね、それから適切にやれてるとかね、とんでもない話ですよ大臣。まず調べてから言わなきゃダメじゃないですか。こう適正にやられてって言われますけどね、沖縄防衛局の入札監視委員会、このおよび本省の入札、公正入札調査会議議事会も私見ました。この発注案件全く審議されてませんよ。されてないんですよ。なんでそれで適正なんて言えるんですか。まず調べるって言わなきゃおかしいでしょうが、なぜ天下り OB 処分された人を守るんですか。大臣答えろ。なんで適正だ。田中防衛大臣。冗談じゃないよ、全くもう。これじゃ予算審議終わんないぞ。もう法令に従ってですね、適正に処理をしておるということでありますが、先生のですね、ご指摘がございましたので、前回資料を提出させていただきましたけれども、まあ、さらなるお話がございましたら、私の方で努力をしていきたいと思いますし、確認をし、また当然調べることも進めていきたいと思います。防衛大臣、調べて委員長のところへ報告書を出してください。理事会で諮りますから。はい、わ、はい、かりました。葛西君。委員長、私本当にこんな態度ではねダメですよ。沖縄県民はまさにもう納得どころかますます大変なことになりますよ。総理ね、ちょっとこれはね、防衛省だけじゃないんです。辺野古移設を前提にした先行整備を進めるばかりか、すでに利権あさりまで先行実施立てる疑い、私指摘したんです。海上部のアセスも陸上部の業務も疑惑だらけ。しかも国権はつい3月3日から辺野古移設推進ということで、アメリカ政府に対して社長が要請に行った国番組の関連企業なんです。いろんな問題が出てんです。これでは辺野古というのは儲けのための唯一の有効な方法ということになっちゃうんですよ。これほど沖縄県民国民愚弄した話ない。防衛大臣がね、はっきり言わないんで委員長言っていただきましたけど、政府としても総理きちっと疑いのある問題については調査して結果を公表すると、こういうことは最低限やっていただきたいと思います。いかがですか。野田内閣総理大臣。委員会も普天間移設の問題についての基本方針、先申し上げたとおりです。すなわちそのためにも沖縄の皆様のご理解を得るために、疑念を晴らすための努力は最大限していかなければいけませんし、今の委員長のご差配の通りに従うべきだと思います。草井君。沖縄県民から脳を突きつかれて、しかもすでに利権まみれになっている新基地建設業務をやめてですね、私は普天間基地は無条件撤去だと、このことを申し上げて質問を終わります。これにて草井君の質疑は終了いたしました。